主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきね、第130回、130、ね、はい、ちょっと切り番ですね、うん、さあ、収録日的にはですね、今日は2月の13日なんですね。13、はい、ツイッター等でね、ケリーさんのツイッターとか、あのおもれきのツイッター見てくださった方はですね、うん、あのご存知だと思いますが、大変ご心配をおかけしまして。サボってたんでしょ。サボってねえよケリーさんちょっと大病を患っておりまして、実はあの今日は2月の13日なんだけど、2月の8日にですね、ちょっと手術を受けてきまして。手術、はい、でちょっとツイッターとかももうできるような状態じゃなかったのでお休みをさせていただいておりました。配信日的にはね、もう3月になってるので、はあ、まあ、あれから約1月経っておるんですけどもね、はあ、実はですね、ちょっと僕、ケリーさんはあの目が悪くって、もともと近眼と乱視とかも入ってるんですけれども、うん、中学の時にですね、はあ、あの網膜剥離っていうのをやったんですよ。ああ、はい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 。でね、まあ、あれから今ケリーさん17歳なんで2年ぐらい前なんですが、うん、まあ、四半世紀以上ちょっと月日が経ってたりもする見方もあるんですけれども、で、あの年末ぐらいにね、年末にあの田舎に帰った時に、うん、まあ、親家族の付き合いでスーパーに買い物に行った時にね、ものすごくね、お店から外を見ると眩しくって、別に太陽光直接見てるわけじゃないんですけども、うん、外の景色が眩しくって、まともにね、外が見られなかったんですよ、うん、おかしいなーって思ってたので、他にもですね、なんか太陽直接見てなのに眩しくって、もう一日目が見えづらいっていうのを感じてて、これおかしいなって思って、で白内障かなって思ったんですよ。眩しくってっていうのは白内障の濁っちゃうやつね、自己症状でね。あ、そうなの。 あるのよ。で、まあ年齢的にもね、まあ早い人はそれな、老年期の初老期にも出てきちゃうし、あの目のレンズがね、まあ、濁って汚れが取れなくなっちゃう病気で、うん、まあ、誰でもなるもんなんですよ、うん、で、まあ、あの一度手術を受けて、まあ、目をいじってるので、やっぱりそういう人ってそういう病気も発症しやすいので、だその前の網膜剥離でね、で、あ、多分そうだろうと思って、うん、まあ、とりあえず眼科に行かないと何ともならないじゃないですか。そらそうやね。で眼科に行ったらですね、うん、いやいやケリーさん、これ網膜剥離ですせと。へー。で、失明寸前ですと。あ、そう。今すぐ手術受けてほしいぐらいなんですと。うん。で、あの、でも今日は予約、手術予約いっぱいなんで、うん、ちょっと次の日にってことで、まあ、それ金曜日に病院に行ったので、土日挟んで月曜日。ほう。でもう、あの、失明寸前なので、ほう、できれば動いてほしくない、ほう、安静にして振動を与えて、さらにその網膜っていうのは、あの目のレンズじゃないで、フィルムに当たるとこなのね、カメラの。あ、像がこう結ぶとこだよね。そうそうそう、うん、そこがもう、あの完全な黒目のところとかが剥がれちゃうと失明しちゃうわけですよ。うん、もうそこ剥がれる寸前だから、できれば動いてほしくない、じっとしててって言われたのが、2月の5日の金曜日だったんですよ。でも仕事キャンセルできないのとかもあるので、まあ、なるべく激しく動かないようにして過ごして手術受けるんですよ。でね、あの、僕が中学生の時受けた時はね、あの50日入院したんですよ。あ、聞きますね、やっぱ1ヶ月ぐらいはって。そうなんですよ、うん、で、全身麻酔で、
あ、そうなん。当時ね、うん、全身麻酔で手術受けた後3日絶対安静で、うん、で当時ね、その中学の時に受けた時はその手術して治ったとこと別のところがまた網膜剥離が出ちゃって、もう一回手術受けて、うん、っていうのをやったんですよ。まあ大変な思いをして、で今回はですね、そこじゃない、その中学の時に手術したところじゃないところが剥がれている。うん、なんでなんですかというと、一言で言うと老化現象。あ、そうなんだ。ちょっとショックでしたね。年いったらそういうもんなの？なんかこうね、ぶん殴られたとか。あ、まあ、よくそれがきっかけとしてあって、ね、もう普通にね、そのほら目の中に小視帯って言って、ゼラチン質のものが目ん玉の中に入ってるんですよ。はあ、でそれも年取るとちょっと縮んでくる。ゼリーが入ってるのを縮んできて、縮むと同時に網膜も引っ張られて剥がれちゃうっていうのはあるのね、老人性として。そういうもんなの、うん、でその手術しなくちゃってことで、で手術受けるんですよ、うん、でどうやって手術するかって言ったら、目玉にね4つ穴を開けるんですよ、うん、で穴を開けて、このさっきも言ったゼリー状のものが入ってるんですね、小視帯っていうんですけども、うん、これを抜き取ってですね、ほう、ゼリーを取っちゃって、取る、うん、で剥がれてるところをレーザーで焼くんですよ。はあ、でそのもうやばいとこ焼くでしょ、はあ、あと剥がれかかってるところが他に5箇所あったので、はあ、でそれも焼いてもらって、はあ、手術的には成功で1時間ぐらいの手術なんですよねだけど今回部分麻酔で済んだんですよね。まあ25年も経つと医学も進歩してて、ちょちょいってこう治っちゃったん、あの手術的には治ったOK なんですよ。ただその小視帯っていうのがなくなっちゃったでしょ、うん、でその代わりガスを入れてとりあえず今補ってるんですよ、うん、で現状、現状ね、うん、でガスのままじゃダメなので、これあと自然とですね、また液体が目の中に溜まってくると、あ、視力が回復する。入れるんじゃなくて、そうなの、自然と。でガスはだんだん追い出されて、勝手に滲んでくるんだ。そうなので血液に混じって回復されるんですって。で、手術を受けて1週間経って、今眼球の半分ぐらい水が溜まってるなのでまだね、ケリーさん手術した右目がね、視力が 0.01 もないですね。こうちょっとこの番組で使う資料もね、右目だけで見ると1センチ以上近づけないと見れない状態です。へえ。でこれで手遅れだったり失敗したら、ケリーさん片目失明しちゃうんですよ。ああ、で手術の後もともかく安静第一で動けないし、で効き目が今使えないので、もう携帯も見るのもパソコンもほとんど見てない状態。あ、ツイッターなんてやってる場合じゃないんです。そうね、物見ちゃいけないっていうね。そうなんですよ。でもう眼科の中では最大級に重い病気なんですよ。あ、そうなの、うん、ただ手術的には1時間というね、大したことないし、大したことないわけないんですけどね。皆さん目の手術とか受けたことある？いや目はね、幸い近眼ぐらいで。ないでしょ。でさ、ここに穴開けるんだよ。すごいね。で怖いじゃん。いや怖いでしょ。で以前はね、あの全身麻酔だから、もう手術台に乗った時点で記憶がないから何されてるのか分かんないけど、今回部分麻酔だから、何されるのかしらって説明は聞いててもさ、視覚情報的には怖いわけじゃないですか。あ、見えるわけ？いや、そう思って受けるんだけど、実際は見えないんですよ。あ、見えない。で麻酔かかっちゃうともう真っ暗 で見える方はカバーされて、あの、はいはいはい、顔かぶさ、なんかにかぶされて、ね、あ、目だけね、こう出る、うん、そうそうそう、手術する目だけなんで何されてるか分かんないんですよ。ただなんか触られてるっていうのは分かるんですけど、うん、何いじくられてるかは分かんなくって。でもやっぱ1時間って長いね。
ね、白内障の人はね、僕の前に手術してた白内障の手術受けてたおばはんで、ちょっと5分ぐらいで帰ってきたんですよ。あ、その控室から呼ばれて5分ぐらいで帰ってきた。はははは、私は1時間でしょ。で、あの、まあ血圧とかも測られてるわけ で、うん、で血圧が測ると腕キューって締められるじゃないですか、うん、あれを5分おきにやりますからって言われてたので数えてたの。1時間でしょ、5分に1回ってことは12回数えたら終わるじゃん。あと10回、あと9回、あと6回、あと半分だって思って数えてたら12回で本当に終わります。へー、日帰り手術で終わってね、よかったのかどうか。日帰りなんだね、しばらく入院とかじゃないんや。そうなんですよ。これでね、今回ね知ったんですけどね、あの生命保険効かないんですよ、入院保、あの病気の保険、ね、ああ日帰りやと。日帰りでもね、なんか日帰りでも入院、ああ、まあそういう特約があるね、と外来手術って意味が違って、うん、で僕のは本当に外来手術なんで、歯抜くのと同じ扱いですよ。あ、そうなん。だから保険効かないんだって、保険屋に聞いたら。で、なんかあれでしょ、どうせ1日何千円とかでしょ出るって。いやいや、この手術受けたから本当これで、その1日帰り入院&手術だったら、あ、一括でいくらっていうのがあるんです、うん、本当は9万ぐらい出るって、僕が入ってる生命保険ではこれ出ないんです。なんとかしてもらいい、ダメなんだ、止めてって。で他の保険でもそんなんらしいよ。あ、そうなの、うん、よく読んでるとそうなんだって。で保険屋さんにも聞いたら、普通そう、じゃあもっとこういうことになった時に保険とかもらえるような保険に入り直したいとか見直したいんだけど、そんなもんねえって言われて。じゃあ眼科のそういう手術では、日帰りの外来手術はダメ。でもこれ手術だけじゃ、あだ、もう今月もう十何万かかってんのよ。まあ、高額医療費で健康保険、国民健康保険、ね、あのキャッシュバックして何割かの負担ですよね、うん、自己負担は9万以上はもうかからないようにするんですけれども、うん、あ、ちょっとお小遣い増えるかなと思って期待バカか期待してたんですけどね、全然ですよ。まあね、保険かけてりゃね、そんな気もするけどね、うん、確かにちょっと甘かったですね。入院しないと。でもね、本当に腕のいいお医者様だったので、ああ、こんなのケリーさん余裕っすよみたいな顔で、その手術の説明とかもされてて、で僕はその中学生の時の思い出が残ってるから、もう大変なことになるんだろうなと思って思ってたんです。でも手術した後一回も鎮痛剤も使ってないし。あ、痛くないんだ。まあチクチクは痛かったけども、もう全然ですね。だからほら、これ手術真っ赤っかでしょ、充血してるね。でその黒目のとこもちょっと色違わない、わかんない、どうかななんでね、ちょっとね、今回はね、ちょっと資料がね、ケリーさん見づらいので、ほう、ちょっといつも以上に読むのが下手かもしれませんのでね、まあ皆さんも眼病には気をつけてくださいね。やっぱ失明しちゃうっていうのは、まあね、目が見えないっていうのはなかなか大変でしょうな、ねえ、うん、やっぱいろいろ不自由さが多いのでね、まあ、内臓が悪いとか、うん、まあ、そういうのも大変ですけど、やっぱこう見えるっていうのはありがたい、まあね、ことですね。やっぱり五感の中ではね、やっぱり大事でしょう ね。なのでね、なんか手術的には本当に軽い手術なんだけど、うん、病状的にも一言で言う大したことないんだけど、やばいって言ったらやばかった。あ、そんなケリーさんだったんです。でも何もこんな、なんだっけ、眼帯とかしてない。あ、してるよ、家に買って。あ、家でしてんの、うん、今してないの。いや、あ、今してる。これメガネでとりあえずか、普段のメガネでもカバーしてるので。へ、あ、本当にね、中学の時は全身麻酔でさ、でしばらく絶対安静だったのよ、うん、でトイレ行っちゃダメなのよね。あ、そうなの、うん、シビンですんの、うん、おしっこはね、ほらカテーテルって言って おちんちんに管さして本当に動いちゃダメなんだ、うん、へー。で、まあ、おしっこはいいんだけど、うん、うんちっちの方よね。あ、最初ね、寝てやれっつうんだよ。
あ、寝てやる大丸があって、それでやれっちゅうけど、できねえんだよそれって、あれはね。ほんでまあちょっとでドクターの許可もらって、ベッドの横のポータブルトイレでやっていいよって許可もらって、あ、おまるみたい、やるんだけど、自分その時は全く目を見れない状態なので、うん、お母さんに付き添いのお母さんに手伝ってもらうわけよ。うん、そんな中学生のさ、僕ちゃんがさ、お母さんにさ、うんちのお世話なんて屈辱的じゃないですか。お母さんにチンチン見られてさ、うんちのさあれとかとか嫌だけど、生理現象的に出るじゃん。まあね、もうだから僕の初めて、思春期以降に初めて見られたのはお母さんなんです。あ、そう、うん、チンチン見られたのは、あれはお母さんがどんな気持ちなんだろうね。なんとも思ってない、それが母親ってもんでしょ。そうなのかな、だって、ね、子供のチンチンと違うのよ、もう。まあちょうど、もう大人の階段登る頃ね。そう、大人の階段登って、機能的にはもう大人になってるチンチンをこう見られて、あれはね、確かにそういう、自分も仕事もやってるから、いろんなの看護師さんに頼めばいいじゃん。だってお母さんいるときはそんな看護師さん当時手伝ってくれない、うん、おかんをどっかにやって、うーん、でね、あの、もう今平気だけどね、うん、どんだけ見られても別に、まあ本当に、うん、まあでも親は嫌だよね、まあね、うん、積極的に見せようとは思わないけど。さあ、あのちょっとそんなんで、ケリーさん個人的にはちょっと大変な、そんなんでいいんですか。うん、いいんです。いいんですか。はい。うん、でね、多分ね、これ配信されてる頃には一応視力は戻ってると思うので、うん、今ちょっとほとんど見えないだけど、これだんだん今はほら消視体が半分ぐらいしか溜まってないんだけど、これだんだん運用からもっと増えてくるともっと見えるように。今どんな水面泳いでるみたいなの。あのね、そうやって見えていく、あのね、今かろうじて見えるんだけど、そうなの、水の中でね、目開けてる感じで、へで、こうやって揺らすとね、このほら水と空気の線って見えるでしょ。あ、まさにそうなの。うん、タッポンタッポンして、あの揺れてるのは分かる。はで、これがね、だんだん今度上から見えるようになってくるんだって。ほら、見えると逆さまに本当は映ってるでしょ。だからだんだん今度ね、上からね、こう見やすくなって、このモヤモヤってしたのがどん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 下がってくるんですって。へえ、人間の体っていうのは大したもんだね。ね、ほんでこれで白内障も進む可能性あるんで、またいつか手術受けなきゃいけないと思うし。やっぱりそういうのが。ほんでね、あの今元気な方の目はなんか緑内障が出てきてるって言われて。あ、そう。もうなんかで金眼鏡の足入ってるでしょう。もう目の病気のオンパレードですね、ケリーさん。フルコース。そう。なので、ね、今ちょっと杖ついて歩いてますけど、まあそのうち。で、喋るのは全然構わないよっていうので、うん、結構こう激しい運動をしない限りは大丈夫だそうです。あ、そう。うん、皆さん本当ご心配おかけで、本当ね、たくさんの方にね、あ、そうなの、大丈夫ですかとか、あのコメント、ツイッター通してコメントいただいて、よかったじゃん。ちょっとケリーさん嬉しかった。それにしてみなときさん、あー、もう心配メール来なかったですね。いやー、知らなかった。本当に皆さんありがとうございます。あの、目以外は健康なので。そうですか。はい、うん、じゃあ、番組の本編の方も行きましょうか。あ、歴史じゃないし。歴史じゃないの。目の話だけで終わっちゃうとダメなのでね。うん、ちょっと20分喋っちゃった。はい。さあ、今回は、大河ドラマ、真田丸。ああ、始まりましたね。はい、話をやりたいと思うんですけど、皆月さんはどうです？今回見てます？今のところ。見てますね。どうです？4回、今回で、2月の13日で3 4回ぐらい本能寺の変がありましたよのところですね。4回目がね、まだ見てないんですけど。あ、そうですか。再放送
はい、あ、はい、町なんですけど、あ、そうですか。まあ去年の花もゆと比べるとコミカルな花もゆか、あ、うん、そうか、あれか、もう過去帳入りですが、あ、うん、かなんかコミカルな感じで、まあまあ三谷作品らしいね、うん、脚本でですね、うん、でまあ今回見てて印象的だと、本当まだ、まあ、ちょっと本能寺の変の、うん、あの話は別にあまり興味ないんですけど、うん、その1回2回であの武田氏の滅亡をね、はあはあはあ、こう描いてたじゃないですか、うん、あの辺まずちょっと今回見てて印象的だったんですよ、うん、あの 裏切りに次ぐ裏切りにこう武田勝頼が孤立してって、あ、そうですね、うん、で、まあ、武田氏がね滅亡しちゃうっていうのは知ってる話なんだけれども、うん、まあそのどういう滅亡の仕方したのかなっていうのはいまいち僕知らなくって、うん、正直言ってあの長篠の合戦に負けて滅亡したのかなみたいな印象なの。ああそれで、うん、あでも今回長篠合戦なんて出てないし、そうですね、うん、あの辺っていうのはどうなってるのかなというのがちょっと気になっているところなんですよ。うん、まあまああれが一つのねきっかけではあるでしょうけど、うん、あの長篠の合戦の時は武田信玄は生きてたの？なんでな、もう死んでるんだよね、勝頼でしょ、うん、もう勝頼なんだよね。じゃあれさ、あの 武田信玄はあれ京都に登ろうとして、そう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 、向かってて、どう家康とほら三方ヶ原の戦いで戦って、はいはいはい、でその直後ですよね、三方ヶ原はあの家康が負けた、うんこちびてそう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 、でそう言ってる時に死んじゃうじゃん、で、うん、勝よりも京都に登ろうとしてたってこと？いや違うでしょう、それは違うんだ。あ、何が？あ、長篠のってこと？うん、ああ、まあまあまあ、こっちの三河地方に進出しようかなっていう目論みはあったんでしょうね。でも信玄が死んで、うん、大したことねえだろうというのでもう一回織田と徳川と戦うって感じなの？うん。ね、あの有名ですよ、長篠の合戦で信長徳川はあの。鉄砲の三段打ちで、まあまあそうですね、あれも、うん、ほん嘘だった説、まあまあ三段打ちはねちょっともともと中国とかの話のパクリだって話ですけどね、やっぱ武田は騎馬軍が、あれも、まあそれも最近ね、当時の日本の馬ってすごくちっちゃいしね、ポニーみたいな感じだったんでしょ、ポニーですからね、だからあんなに走れないんで、実際は直前にこう降りて歩いたんじゃないかという話ですけど、なんかパッカ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 走ってやーやーってやるような場所もなさそうな気がするんですよ、うん、場所が、うん、平野地が、なんかまあまあ、映画ドラマとか映画でさ合戦のシーンってさ草っ葉でさわーわーってやるじゃない、うん、あんな場所ってそんなにあります？日本って、まあ、草っ原じゃないでしょうね、まあまあ田んぼとか畑とかでしょうけどね、やっぱり実際は、だからそういうのはあって、まあ、ともかく長篠の合戦で大敗を喫して、そこからなのがあの今回の真田丸の第1話第2話のあたりになるの。まあまあそれからしばらく経ってるでしょ、何年も経ってからの話、何年も経ってるもんなの、うん、何年も、うん、ちなみに長篠の合戦は1575年か、うん、で武田氏の滅亡っていうのはもう1580年ぐらいになっちゃうのかね。武田の滅亡ね、いつだろう。なんか武田氏が滅亡して数ヶ月ぐらいで本能寺の変じゃなかったです？うん、違った。1582年かなに武田氏が滅亡しちゃう、うん、じゃあだから結構ありますよ、結構ありますね。その間何してたの勝頼さん、長篠の合戦の後は。
それはまあ会でいろいろやってた。あとなんか印象に残ってるのはあれだよね、あの天地人でさ、なんか上杉は武田を援助するとかしないとかみたいなストーリーがあったのがちょっと印象に、詳細は覚えてませんけどもあったかな。まあね、だからあの地域っていうのは本当にこの、ね、日本海側とか太平洋側とかのまあこうなんていうかな、錯綜するとこじゃん、うんね、今でこそ山の中だけど昔はほらやっぱりこう要の場所だから、とこいろんな勢力が行ったり来たりして、まあ、その辺はやっぱり乗り切るっていうのはすごく難しいことなんでしょうね。勝浦結構ダメな子な、ダメというか、まあ、ぼんよ、まあ、普通ではダメなんでしょう。やっぱ武田信玄クラスの人だからこそああやってあの中でやれたわけで、ねえ、なんか真田丸見ててもこうお父ちゃんを壊れなかったみたいな、まあ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 そうだし、うん、ねえ、まあ、やっぱりシビアな世界だから、うん、結局やっぱりこの人ならいけるっていう人にみんなついていくわけだし、うん、ダメだとなったら、まあ、まさに今回のドラマだけど早いよね。うん、あんなにことごとく裏切ってる、まあ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 、それが戦国時代じゃん。だから個人その何ていうか家柄とかがそういうまさに下克上の世界なわけで、別に家柄がどうであろうとかっていうのはまあ何の役にも立たないし、それでも由緒ある武田だし、いやだからそれは看板にはなるじゃないですか。もちろんその上で信玄のそのカリスマ性っていうか仕事っていうのがあるわけだから。これ武田勝頼ってさ四男坊なんでしょ。そうそうそう、これお兄ちゃん一番上のお兄ちゃんはなんか徳川と組んで殺されちゃうんだっけ。ああ、なんか人質行ったりとか殺されたりとか、うんね、なんかそうなんですね。なんか恋姫の子供でしょ、うん、勝頼ってね、うん、南野陽子の子供だよね。そうですねごめん、あの風林火山の方はちゃんと見てないもんで配役がちょっと分かんないだけどね、なんかあのわびしさとか切なさが重すぎず、まあまあ、軽すぎず、なんか上手に描けてたな、見やすかったなって。ああそうですか、今回のは思って、非常に評価が高い、はい、ケリーさん的には第1話第2話はね。ああそう、うん、あので今ちょうどやってるのが本能寺の変の前後のドタバタ状態を描いてるんだけど、なんか本当にさ雪村さんって本あれ映画あドラマの中ではさ、うん、本能寺の変があった時に安土にいたって話になってるのよ。ああ人質でね、あのまああれかお姉ちゃんが、お姉ちゃんについてって、うん、お姉ちゃん言ってたのはまああれまあそうだろうと思うけど、うん、雪村さん安土に本当にいたのとか、ああどうなんだろうね、その辺ちょっと下せないというか、ちょっと作りすぎかなって思って言ってで、あと今見てて思うのはほらほらほら、何徳川家康のいいキャラやってるなと思った。ああうちのうちの西洋さん、うんうん、もういいキャラや、いいキャラで、うん、なんかタヌキっぽい演技してるなってこう思って。今のとこ面白いですね、まあ、草刈正雄も随分評価が、ね、ああまあそうですね、うん、いい味出してますね、うん、さあこれからねもっとややこしく複雑に、まあ雪村さんが主役だから今から上杉に行くのか、まあそうですね、これから上杉に乗っかってみたいな話ですよ ね上杉乗って、うん、豊臣に乗に会って、どうだろう、これ配信してるから3月になってるからどの辺まで進むのか分かんないですけど、うん、まあ今回ちょっと見やすいという点では、まあまあそういう脚本なんでしょうね、うん、でまあそれでだからあの人が書いてんだと思うけど、そうだよね、反作用なんじゃないの去年の、うん、まあ面白く見ています、うん、皆さんもまた情報感想を感想いただければと思います。そうね、10分しか喋ってないよ。あ、そう。もう俺の目の話の方がいっぱいだった。はい。じゃあお便りも。あ、終わりですか。はい。上手に盛り上げられきれませんでした。失礼しました。はい、お便りもたくさんいただいてますのでね。あ、そう。はい。まずですね、ハトポッポさんからいただきました。ハトポッポ。はい。
ケリーさん、水月さん、毎週楽しく拝聴させていただいています。私はオーストラリアのシドニーに住んでいます。あ、来たじゃん。来ました、オセアニア。はい、おもれき第121回の大盤の回でケリーさんがオセアニアに住んでいる人は、いそうな気がするんだけどと言われた時に、私いるよと思っておりました。うん、ポッドキャストを聞き始めたのが最近だったので、国勢調査をされていた時のには間に合いませんでした。海外に住んでいる者としては NHK の歴史番組時代劇を唯一の楽しみにしてきましたが、さらにおもれきが加わり楽しい限りです。毎年日本に帰るようにしているのですが、帰ったらお城巡りと本屋の歴史コーナーをチェックしています。おもれきバッジを持っている人にもし会えたら面白いなと思っております。うん、最後に付け加えたいことがあります。歴史上の会いたい人物ですが、私は坂本龍馬です。大政奉還の立役者坂本龍馬、彼がいなかったら今私はシドニーにいなかっただろうから、彼はすごいことをしたなと感服するばかりです。それではこれからもますますのご活躍を期待しておりますといただきました。うん、シドニーから来ましたね。シドニーってあれだよね、なんか白い建物あるとこだよね。オペラハウス。オペラハウス。まあ、わかるけど、こんなやつでしょ。そう海沿いのね。あとシドニーはオーストラリアの首都じゃないんだよね。あ、ウェリントンだっけ。あれキャンベラじゃない。キャンベラなんだっけ。はい、ボロが出る、ね、シドニーね、どうだ、住みやすいんでしょうかね、オーストラリアってね。どうなんでしょうね。暑いのか寒いのか。キャンベラだ。ウェリントンはニュージーランドでした。はい、あ、はい、うん、とありがとうございます。これであと南米、まだ南アメリカはど真ん中はいないんだね。そう中米しかいないんだよね。ブラジルって来てないよね。いや、来てない。南米とあと南極で6大陸制覇です。あ、昭和基地の方いらっしゃらないかな。そうやね、昭和基地今いるんだよね。ネット隊いますね、うん、今、うん、ネット聞けるから。あ、南極観測隊の方、あと南極旅行行っている方もいいよね。ああ、でも大陸に上陸しないとダメなんでしょ。あれ南極観光って上陸しないの。そんな内陸まで行くの。知らない。南極圏じゃないの。あ、そうなんですか。分かんない、それはいろいろあるのかもしれないけど、ね、また南極の方の情報、まあ、外国人でいるかもしれないしね。あ、そうです、ね、アメリカだってロシアだっていっぱい、そうよ、ね、研究者いっぱいいますから、はい、じゃあ南極北極いねえよ。北極は大陸ないですけど。どうなの、にほら僕たちでもさ、外国の本って買えるじゃん、日本で洋書って、うん、まあ触りもしないし近づきも僕はしませんけど、うん、こうオーストラリアとかでもさ、日本の本って手に入らないのかな。あ、まあ今ほらネットであれだからね、なんだアマゾンだなんだなんて、ね、でもやっぱりさ、立ち読みしてさ、チラッと中見ないとその辺の本って入れなくないですか。今だってアマゾン中も見れるよ、こうやって。あ、そうなの。ピロッと見れるやつあるよ。自分漫画本のね、あ、この人の買うとかっていうのを買いに行くのがめんどくさい時とかに買いますけど、なるべく本屋で買うように。まあね、楽しいもんね、本屋さんいろいろこう取っては見っていうのは、ね、そう、出版社の人が言ってるもん、やっぱり本屋で買ってくれって。あ、そうなの、うん、なんでじゃないと本屋がなくなっちゃう。ああ、うん、そういうこと、うん、だから出版社でって。さあ、会いたい人物ね、坂本龍馬だそうですね。やっぱ人気株ですね。ど真ん中ですね。うん、ぶっさいのやな、あの顔ね。で、坂本龍馬ってちっちゃいね。そうなの。あのほら、坂本龍馬のさ、あの全身像みたいな有名な写真あるじゃん。なんかにもたれかかって、テーブルにもたれかかってるようなやつ、はい、で、あれの等身大のパネルで、あ、顔だけないのがあって、あ、そこに顔を乗っけると、ほら、あるじゃん、写真撮ると、はい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 、坂本龍馬っぽく見える、はい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 、あれで撮ったことあるんだけど、漫画みたいにバランス悪くて、僕の顔がでかくて。あ、そう、うん、小柄ですよね、小顔で。
まあまあね、昔ですからね、当時の日本人ならまあそんなもんでしょう、うん、なんかバランス、あ、写真残ってるけどバランス悪いと思って、サザエさんかケリーさんかみたいな感じでしたまあイメージがねでかく感じるけど、うん、ね、はい、またハトポッポさん、オーストラリアの情報とかコアラの情報とかまたください。ああ、コアラもなんか今病気で大変らしい。あ、そう、うん、コアラのマーチ送ろっか。じゃあそうね、うん、はい、続いてタビトさんからいただきました。タビト、はい、うん、ケリーさん、みなずきさん、明けましておめでとうございますと、これ1月の5日にいただいております、はい、毎回言っておりますが、思いきはお便り3ヶ月ぐらい読まれるまで、すごいね、船便で届くんですか、はい、明けましておめでとうございます。今年も無理をなさらず楽しいお話の配信を楽しみにしております、うん、ステッカーも届きました、ありがとうございました。ステッカーも送ってたね。そうですね、遠い昔のように思いますね。さあ、一つはお部屋に飾って、一つは、古文書講座で使用している筆箱に貼ってさりげなく宣伝活動しますと。ほう、ね、あの古文書の勉強しに、うん、なんか文化教室かどうか行ってはる方ですよね、うん、そういえば今講座では諸国風俗文書という資料を解読しています。昔の地方ごとの風俗に関するアンケートのようなもので、聞いたことのない習慣やお祭りを知ることができ、とても興味深いです。うん、ところでお二人は今、今年行ってみたい歴史的な場所などはありますか？歴史に関係なくても行ってみたい場所や催しはありますか？もしあれば教えてくださいというふうにいただきました。うん、諸国風俗文書って、この風俗ってあれだよね、いい意味の風俗だよね。そうですね、考えすぎでしょ。大人の風俗じゃない、ね、違う、はい、その、はい、人の風土の方でしょ、ね、暮らしですね、民族の、うん、民族風俗の風俗ですね。これ何、全国版みたいな感じであるの、こういう、まあ、諸国だからそうなんじゃない、本なのかしら、ご当地ブックみたいな、ほら県民性の何々県はこういう人が多いよみたいな本あるじゃないですか。まあまあそうなんですね、そんな感じの江戸版なのかな、江戸時代版なのかもですね。またネタになりそうなものがあったら資料ください。これをテキストにしてるってことね、今それを読んでみようっていう感じでしょうね。さあ、今年行ってみたい歴史的な場所とか、なんか今年ちょっとこの辺攻めようかなって。今年、うん、そうね、ちょっと新幹線ができてから行ってないんで北陸とか行きたいですね。ああ、なるほどね、うん、北海道じゃなく、あ、まあまあ、ちょっとそうそう、北海道も行きたいね。ちょっと事故とかトラブル続き、うん、まあ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 、助けるためにも行きましょうケリーさんね、今年はね四国ですね。お、そうなの、ええ、行ったことないんだっけ。いや、違う、あるんでしょ。なんと言って、あなたとも行ったよね。行ってねえよ、四国はないでしょ。行ったじゃん、ないないない、高知行ったじゃん、船で。ああ、そっか、遠い昔ね。ああ、うん、そうか。あなたと行ったのは1回だけだと思う。うん、うん、でプライベートで個人的に 2,3 回行ってるんですよ。あ、そう、うん、で今さら、今年ね、ほら四国には、ね、あの多分ね、高い確率で松山には行きます。おお、研修で。ああ、そうですか、はい、ま、松山いいですよ。今年松山なんで、うん、多分行くと思います。うん、で何度も松山も行ってるんですが、でほら前も行ったじゃん、道後温泉が今年で最後だって。最後、改修工事入って、あの建物しばらく、まだ知ってなかったけどね。で今年が最後だ。今年が最後、今年が、来年、今年が最後なんだ。ああ、そうなんだ。来年なのか、とりあえず僕夏には行くので、その時点にはまだあの建物が、ああ、今ね、なんか変なね、蜷川なんとかってほら写真家いるじゃん、あの新右衛門さん、新右衛門じゃない、あのほら演出家の蜷川なんとかって知ってるでしょ、あの人の娘かなんか知らない、
知らない。だからなんかその人のコラボのデザインかなんかで障子とかにこうなんか花柄のやつでちょっとねなんか変な感じ。オイラン調になってんの？あ、そう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 。なんかふあなんか遊郭みたいになってる。そう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 、品がない。ああ、うん、おもれきは認めません。認めません。あのこのね、ほら前も言ったよね、横のあの地ビール屋さんのビールが飲みたい。ああ、どこビールね。うん。と焼き鳥が食べたい。焼き鳥？ほらなんか今治焼き。ああ、あっちの。これもあと毎回行ってるような気がします、ね。今治じゃないじゃん。でもあそこで食べれる。あれはでも今治の店はこっちにあるだけ。うん、ね、うん、なんかあとタルト食べて。一六タルト。うん、タルト食べて、坊ちゃん団子食べて。あとは松山駅のね、じゃこ天屋さんが。ああ、上にありますね。うん、あれね、僕のねいる地域のローカルテレビの深夜番組でよく出て紹介してて、うん、食べてみたいかなと。まあ、松山の市内何軒かあるけどね、じゃこ天屋って揚げて売ってる店とか、うん、その辺ちょっと行きたい。今年ちょっとその辺四国攻めかな。いい飲み屋があるんですよ。あ、本当？またちょっと近くなったら教えてね。はい、さあさあさあ、もう一丁いくよ。マルさんからいただきました。マルちゃん。はい。ケリーさん、みなずきさん、明けましておめでとうございます。マルです。2016年も楽しい配信楽しみにしております。さて、新年一発目は今年もお金のテーマでね配信しました、うん、何気にお金企画楽しみにしています。来年どうしようってちょっと悩んでるんですけどねこれ。まだ1、うん、2月で、うん、途中話題になっておりましたが、千オンス金貨、あ、最大の金貨ってやつね、金貨ですね、うん、が約31キロぐらい直径は約37センチらしいです。で、1億5000万円相当だとか、1億9000万相当だとか言われています。すごすぎてあまり想像がつきませんが、で、愛知万博で展示されていたそうですよと、全然記憶ありません。あ、そう。うん、ね、世界一大きな金貨として今千オンス、どこの国だっけ、オーストリアかなんかじゃなかったっけ、あっちの方でね、なんか真ん中のヨーロッパですよね、うん、これはもう一番を狙って作ったのかしら、じゃないの、だよ、こんな1億5000万とか2億近いよな、ひどいねこれは。でも、ね、使えない、無理やりじゃん。さあ、丸さんはですね、広告関係の仕事をしているのですが、うん、以前貴金属を扱う会社の広告に携わっておりました。撮影で1キログラムの、金の地金を、数十個用意していただいたことがあり、あれも考えてみれば相当の金額だったなと思います。ちなみに金は少しでもかなり重かったです。1キログラムの金といっても大きさ的には iPhone5 より少し小さい程度の手のひらサイズなので、持ってみるとえっと思うほどずっしりしていました。それでは暖冬の日々が続いていますが、急に冷え込むことも多く体調を崩しやすいと思います。ご自愛くださいませといただきました。うん、金ね、あの金見たって話言ったっけ。金見た、うん、知らん。いや、あのちょっと仕事でね、ほう、ああ貸金庫か、うん、ラジオでは言ってないよね、言ってないかな、うん、あの実はけれどもね、最近金の塊を見たんですよ。金塊、うん、で本当にね、あの金の延べ板が500g、うん、あ、500g のやつのをまとめて10個、ちょっと貸金庫に入ってるのをちょっと見たんですけど、ほう、びっくりしますね、本当にあの金ってね。で、あの生で入ってるわけじゃないんだよ。なんか錦の柄の布に包まれて、あれ三菱なんとかって書いてあったけど、ああ、うん、あの鋳造したところね。そう、うん、で、写メ撮っていいって言ったらダメって怒られます。ダメでしょ、そら。だってツイート載せたいよ。でもね、ちゃんとシリアル番号とか書いてあるから。投資番号があるのか。けど、うん、で今多分金ってあの多少
相場が変わるけど、うん、だいたい1グラムが4000円ぐらい。ああ今結構上がってんだよね。4000から5000ぐらいよ。うーん、でそれ10個ぐらいあったから1個で500グラムでしょ200、うん、まあわけわかんないよね。もうなんか2、3000万ぐらいの塊を見たわけよ。ああ、うん、でそのね金の塊を見た横に10万円金貨があったんだけど、ほう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 、もうみすぼらしてたらあれしないよな。あのさ10万円金貨って金の価値としては10万円はないでしょ。そうそうそう、地金の方が安いから、うん、通貨の方、通貨として10万円の価値があるってだけでしょ。そうそうそう、だからさ あれぐらい1万円ぐらい作れないかなと思ったけどさ、うん、ね、金ね、なんか目の保養にはなるけど縁がないですね。なんとか金山で見たけどね、こんな塊。あれじゃん、ひだじゃない、触れるひだかな、ひだ、うん、でさ、なんかそういうなんか鍾乳洞のとこじゃない。そう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 、あれ盗まれたんだよ、一回盗まれたね、うんうん、すぐなんか1ヶ月2、3ヶ月で出てきたけど、あれはさ、あれ触った祖父江の人と伊賀の人と一緒に行ったのよ。そうですか。誰やそれ、僕らしかわからないお友達ね、うんうん、ね、ね、やっぱ金って今も昔も権利の象徴ですね。まあね、金持ち物ですね、まあ、特殊な金属ですからね。金ってあれ、金塊持ってると税金かからないの？うん、金属持ってると、あれは持ってること自体で、うん、どうなんだろうね、そりゃそうなんじゃないの。だから金持ちの人ってああいうものに変えて、あの所得税とか対策してるのかな。まあ普遍の価値があるからね、うん、そのお金とかその債権証券は目減りしたりするからね、うん、ね、あの縁がないので話がわからないだらけ、ね、実感が全くないですけどね、はい、金お持ちの方また教えてください、うん、じゃあ今日はここまでにしましょうかね、うん、はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想なども募集しております、うん、他にもいろいろお便りのテーマもあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、うん、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています、ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。